皆様、買い物してあ、これすごいいい商品だ、感動したことないですか？絶対にあると思います。それ、この感動を自分だけのものにしとくのはもったいないです。いいなと思ったら真っ先にシェアしてください。人に話す、 SNS につぶやく。どうしてこれがいいのか、この癖をつけとけば、あの人はいつも役立つ情報をくれる、そういう印象がつくんですよね。だから感動したことをシェアする、非常にいいことですね。そして経済的に余裕があれば、自分が買って感動したもの、その感動を共有できそうな人に送るんですよ。まあこれは極端ですけどね。トム・ピーターズのブランド人になれという本に書いてありましたね。この送るというところは、これは非常に経済力ないと難しいです。でも情報のシェアだったら無料でできてしまう。だからいい体験をシェアする、その部分から始めていく、いいことなのかなと思いました。皆さんにいいもの広めましょう。